コニングクリーク。俺のすべてがあった場所。そしてすべてを奪われた場所だ。ハーベイ。許すまし、ハーベイ。奴はどこにいる？事件後の動向はつかめていない。だが、俺の家に奴の痕跡があるかもしれん。それに気にかかることもある。よし、行くとしよう。我が家か。5年前、すべてが灰となったあの日、俺は一人、近くの森でシアンにふけっていた。それが俺のルーティーン、悪癖だった。戻った時には、すべてを失っていた。俺は、衛兵隊に拘束され、それ以来、ここへ踏み入っていなかった。お帰りなさい、あなた。学会の成果は、ぎっしりね。まあ。すまなかった。長く家を空けてしまって。おかえり、パパ。おう、エレナ。疲れたでしょ？お荷物持ってあげるね。筋力が足りないようだ。その気持ちだけ受け取ろう。代わりにこれをやるぞ、エレナ。素敵なペン。ありがとう、パパ。ああ、探し回ったのだが、他に思い浮かばなくてな。まあ、学会の時くらい。研究に没頭していいんですよ。エレナ、早速数学を教えてやろう。やったあなたったら。待って、パパ、忘れてるよ。ん？何をだ？まだ言ってないよ。ただいまって。ただいま。静かだ。さて、手がかりは。ハーベイと俺は究極魔法を志す同志だ。奴が欲していたのは俺の研究だろう。つまり狙いは俺の研究室か。ここは焼けなかったようだな。
やはり方程式の記録が漏れなく盗まれている。通常の魔法であれば問題ないが、究極魔法は複雑かつ膨大な計算が必要となる。俺はその方程式を構築したのだ。最後の1ピースを除いて。だがハーベイは俺と異なるアプローチをしていたはず。なぜ俺の方程式を奪ったのだ。そこにいらっしゃるのはどちら様で？あら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 。レディ・クラリッサ。おう、我が助手よ。久しいな。俺だ、オズバルドだ。俺が不在の間も、研究室の面倒を見てくれていたのか。オズバルド様？はて、それはおかしな話です。あの方は、監獄島に収監されておられます。俺はここにいる。この通り、脱獄してきたのだ。信じるに足る根拠は？おお、俺が偽物だとでも疑っているのか。見かけの姿形など信じるには足りませんわ。ここにある研究は界隈の者にはまさに宝の山。盗みたがる輩もいるでしょう。その主を偽ってでも。ユニークな推論だ。あらゆる可能性を考えねば真の解は出ない。私が知るオズバルド様の言葉ですわ。さあ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 、本物のオズバルド様なら私の魔法ごとき裁けるはず。その結果をもって真偽を判定いたしましょう。助手よ、君は一度考えた仮説を試さずにはいられないたちだったな。納得させるには検証に付き合うほかない。解を与えてやろう。かられてたまるか。さあ行こう。アカラ、ここからだ。はっ、思考開始。少々付き合ってもらうぞ。やれやれ。マジックスティールロッド。行くぞ。いや、行きますか。聖なる神よ。ほよ。すごい。私の獲物。行っといで。はあ、腹減った。お見事。気は済んだか、助手よ。はい、そのお強さ間違いございません。お帰りなさいませ、オズバルド様。怪我はないか。これくらいで伸びていたらあなた様の助手は務まりませんわ。私は信じておりました、あなた様は無実であると。おお、根拠は？それはあなた様がオズバルド様だからでございます。意味がわからん。変わりませんこと、そういう面白みのないところも。なぜお戻りに？ハーベイの居場所を探るためだが、
ここに痕跡はないな。ハーベイ。現場にはオズバルドの他に魔法学者はいなかった。俺が有罪とされた根拠だ。だがあの時、ハーベイは確かに俺の前にいた。それが、いなかったとされている。他に疑うべきは、俺を拘束した衛兵隊だ。ハーベイとのつながりを探らねば。君の夫は衛兵隊だったな。何か知らないか。いいえ、存じませんわ、オズバルド様。そうか。では町の人間を当たるとしよう。事件を探り、どうなさるおつもりで？どれ？やはり衛兵隊がきな臭いな。当時調査を指揮したのは衛兵隊長ステンバール。彼は事件前にハーベイと密会していたらしい。現在も衛兵隊基地にいる。探るべきは奴だ。助手か。復讐をされるおつもりなのですね。先生、主人の名を覚えておいでですか。イーさんのことか。無論覚えている。彼の紹介で君は助手となった。主人は死んだのです、あの事件の後に。港に打ち上げられ、自死と断じられました。命を絶つ理由などないのに、衛兵隊は調査をせず。主人は
事件の前何かを知ったようでしたわ。助手よ、君は事件を調査しないのか。無からは何もなされない。あなた様の言葉です。復讐とは無ですわ、オズバルド様。それでも、俺は行かねばならない。衛兵隊長ステンバール。奴のいる衛兵隊基地へと向かうとしよう。邪魔だ。来た来た、行っておいで。よっしゃー、オッケー。さて、あー、長女を付き合っても貴重な知見を得たな。成果の日々を輝きたのか。戦いは本業じゃないんですが。来た来た、獲物だ。何者だ？その熊のような風貌。待てよ、覚えているぞ。オズバルド・フォン・バンシュタイン。いかにも。脱獄に失敗し、死んだはずだが。ハーベイを探している。何か知っているな。あの事件の前、貴様はハーベイと密会した。それを証言した者がいる。レディ・クラリッサの夫だ。だが貴様は耳を塞ぎ、彼を亡き者とした。ハーベイに買収されたからだ。学者というのは小賢しいな。正解だ。俺がハーベイに手を貸した。事実とはねじ曲げられるものだ。力ある者の都合のいいように。それなりの金がいるがな。俺は金が好きだ。ねじ曲がらんからな。金のためなら何でもするぞ。ここにあるものもすべて金で手に入れた。
ハーベイの居場所を言え。時間を節約したい。さて、知らんな。そして、貴様を返しもしない。貴様は知りすぎた。俺にとって都合の悪い存在だ。なるほど、そうだろう。オズバルド・フォン・バインシュタイン、悲劇の学者よ。貴様もここでねじ曲がってもらおうか。無駄な。ここからだ。さてと、成果の必要、輝きたまえ。プランを考えねば。少々付き合ってもらうぞ。やれやれ。祈るな、マジックスティールロッド。こちらだ。来た。行っといで。さて、少々付き合って。いいぞ、オズモ。行っといで。飯にしよう、飯。頼む、許してくれ。どうか命だけは。貴様の命などいらん。欲しいのはハーベイの命だ。答えろ、奴はどこにいる。俺は本当に知らないんだ。本当だ、信じてくれ。無駄口はいらん。奴は何か言っていなかったか。そうだ、一つ思い出したことがある。お前から奪った研究成果はモンテワイゼと言いそうした。全てハーベイの指示でだ。モンテワイズ、大図書館のある町か。俺の金が。しかし、あの慎重な男が簡単に足取りを残すとは考えにくい。ハーベイは俺が来ると知っていた。モンテワイズ、東大陸の町、俺と奴が出会った町。奴め、これを伝えるためステンバールを生かしておいたな。俺が脱獄し、ここへ来るまで全てを予見して、誘っているのか、ハーベイ。ならば、罠にかかってやろう。先生。行ってしまわれるのですね。ここでの目的は達した。助手よ、もう関わるな。俺はいずれ、重罪人となる。私は、あなた様の助手でございますから。主人は、
自らの危機を悟っていました。死の前、私に約束させたのです。私に何かあっても、誰も恨んではいけない。君は、君の人生を生きてくれと。私は、主人の思いを大切にしたい。遺恨を忘れ、残りの時を研究に捧げたいのです。不可解だ。社との約束に意味があるというのか。いいえ、意味などありません。これはただ、主人への愛でございます。オズワルド様、ご家族が墓地に眠っています。お顔を見せられては。愛など、とうに忘れた。俺が行くべきは、ハーベイのもと。それだけだ。オズワルド様。この世には魔力の根源が6つあるとされてきた。炎、氷、雷、風、光、闇。しかし、それらの力では説明のつかない事象がある。ダーケストの大穴だ。400年前、大穴を見た賢者グラトンは考えた。6つの根源による力では大穴を開けることは不可能だ。第7の根源があるに違いない、と。かの有名なグラトン予測、魔法学者たちの礎だ。かの賢者は魔法の究極を予測したのだ。そこでだ、諸君。私が完成させた究極を見せよう。ん？くだらん。これが究極だと。バカな！そんなはずは！ただの雷だろう。いかに強化しても限界がある。そもそも方向性を誤っている。研究を続けても無駄だ。なる
るほど。この数式なら。くっ、不愉快だ。親切のつもりだったのだろう。続きを聞かせてくれないか。雷にせよ、炎にせよ、六つの根源は物質が元となる。物質には限りがあり、それが生む力もまた有限だ。つまり、第七の根源は物質ではない、というのが、俺の考えだ。興味深い。私は、ハーヴェイ、凡人との議論も飽きたところだ。オズバルドだ。オズバルド、先の仮説にはどのようにアプローチを？数学的なものだ。魔法の数式化を思考している。ああ、実に興味深いな。私は生物学的観点から魔物の血を研究している。オズバルド、一つ、私の仮説を聞いてくれないか。いいだろう。忌憚なく話してくれ。俺は興奮していた。同じ高みに立つものを発見したのだ。そしてそれは、アーベインも同じだった。俺たちは議論を重ねた。会うたび幾度も。だが、俺は気づかなかったのだ。巧妙に隠された悪意に。モンテワイズ。ここには大図書館が存在し、知能宝庫として大陸中の学者が集う。ハーベイよ、そこにいるのだろう。俺の全てを奪い、貴様の研究は済んだのか。行けばわかるか。さて、知っての通り、人間が魔法を使うには魔法学を収めねばならない。では魔物たちはどうだろう。学を収めず、なぜ魔法を使える。その力の根源とは何か。無数の魔物を実験体とし、私は解に達した。それは血だ。命の源泉ともいえる血こそが魔力の根源だったのだ。見たまえ諸君、フロストベアだ。その力は氷の魔力の結晶が抽出できる。この結晶に魔力を込めるだけで。詠唱せずとも魔法が使える。フロストベアは氷の、サラマンドは炎の結晶を持ち、結晶の数や純度によってより強力な魔法の生成もできる。しかしこれらは無論既存の6つの根源の息を出ない。グラトン予測に我らが悩める日々は続くだろう。ハーベイ教授の講義を聞けるなんて光栄だ。第二のグラトンと呼ばれる天才だからな。教授、ハーベイ教授。
教授の研究に学会中が注目しています。グラトン予測最後の難題、第7の根源解明も近いのでは。焚きつけないでくれたまえ。その前に私には解明すべきものがある。娘へ送る品物の選定だ。もうじき誕生日でね。うまくかわされたな。教授は研究の虫さ。講義以外で見たことないよ。さて、この図書館か。アーベ姫、どこにいる？館内の者たちに探りを入れてみるか。得られた情報から察するに、その通路はこの辺りに。あったな。見せてもらうぞ。人目を避けて何をしていたのかを。行きますか。うん、成果は輝きたまえ。ここか。富国の誇りとともに。
相手になろう。ブランを貸す。少々付き合ってもらうぞ。こちらの番だな。いっといで。やれやれ。聖なる怖い。やれやれ。大人げなかったですね。ここがハーベイの研究室か。これはキメラ。魔物同士を合成し魔物を作る禁忌とされた学問。強い血と血を合わせより強い魔物を作り続け、その先に究極があると仮定し、奴が密かに研究していたものだ。だが、こんなキメラは初めて見る。俺の方程式を応用し、魔物の組み合わせを考えたのか。ハーベイめ。やつも第七の根源を研究していた。俺の研究を用い、ブレイクスルーを見つけたのか。一歩先を踏み出すことができたのか。なぜだろうな。俺はやつに復讐心を燃やすべきだ。だが今俺は、やつとの議論を求めている。奇妙だ。こいつらも実験体か。ほう、なかなかのものだ。俺を敵と認知している。仕方あるまい。やつの研究の成果を少し確かめさせてもらうか。語らおうか。来た来た。いっといで。見える。いざ。さて、オーリオ、気に弱点だ。さてと、エルフリックよ、輝かせたまえ。オッケー、デメノス、いっといで。よっしゃー、ガオかねたぞ、オズバルド。ハーベイ、ここへたどり着くとは旧大天といったところか。ハーベイ、貴様、積もる話もあるが、まずは答え合わせといこう。ここへ来るまでに私の研究を理解できたかね。おおむねな。一つの壁を越えたようだな。俺の方程式によって。
いかにも我が盟友よ。私は君の研究を奪い、我が物とした。魔法学者として地位と名声を手にしたのだ。君が監獄島で凍えながら冷や飯を食わされている間にな。悔しいかね、オズバルドよ。私は君の全てを奪い、全てを手に入れたのだ。研究はくれてやろう。だが下せんのは俺の妻と娘まで奪ったことだ。なぜだ、ハーベイ。なぜリタとエレナを奪った。考えるがいい。疑念こそ我らの根源。これは素晴らしい。この力、美しくすらある。不可解だ、この魔力どこから。ハーベイ、何を得た。言え、この力の根源を。わめくか、オズバルド。功績を認めてくれるのだな。それでこそだ、我が盟友にして最大の理解者よ。こいつの根源だったな。奪わせてもらったのだよ、君からな。何？なんだ。あ、なんだ。まさか、その声。リタか。いや、リタは死んだはずだ。あの時。ナンセンスだ、盟友よ。現場の焼死体は偽物さ。私が用意した別人だ。君の妻は焼けてなどいない。私がさらったのだよ。その血が欲しくてな。あ、な、だ。リタ、なのか。いかにも、オズバルド、リタだ。君の愛した女だ。その血で作ったのだよ。貴様、そこまで、そこまで落ちたか、ハーベイ。どこまでも落ちよう。海にたどり着くためなら、さあ、しかと堪能するがいい。私の研究の粋よ。私の獲物だ。アカラ、殺った。ここからだ。やってもらうぞ。いいでしょう。聖なるここですか。
こちらの番だな。おや、どりゃー、行きますか。傷を癒したんだ。飛行開始。少々付き合ってもらうぞ。ここからだ。やれやれ。マジックスティールロッド。来た来た。ヤオー。行っといで。プランを考えねば。演算終了。赤悪王アレファユ。こちらの番だな。とどめだ。私の獲物だ。ガロロ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 。私の獲物だ。ガオ。さて、触れてやる。オズバルド、行きます。本気で行きますよ。エルフリックよ、世の影を照らしたまえ。行くぞ。ふっ。少々付き合ってもらうぞ。やれやれ。使わせてもらいます。およ、すごい。こちらの番だな。来た来た。さて、少々付き合ってもらう。ブラボー、オズバルド。聖なる神よ、行こう。行っといで。いざ。これはもう滅散。まだまだだな。これはリタではない。これはリタの血を用いただけだろう。リタの魂は宿っていない。その通りだ。さすがの洞察力だな、オズバルド。リタはすでに死んでいるのだな。いかにも用が済んだからな。すまない、リタ。辛い思いをさせたな。ほう。貴様のような男にも、そんな情があるのか？これは、この魔物を動かした根源。なんだ、黒い。初めて見る。それこそが怪だ。私はたどり着いたのだよ。第七の根源に。なんだと？やはり知らなかったらしいな。それは、ある地、ルミナ家の力なる。リタ・ルミナ。彼女ら一族は、光の血筋と呼ばれていてな。
強き光あるところに強き影は生まれる。暗黒の力だ。暗黒。所在を突き止めるまで多くの時と労力を費やしたが、まさか貴様の妻だったとは。運命はナンセンスだな。それを知った俺は、貴様から研究と家族を奪ったのだ。エレナは、どうした？さあ、どうしたと思うね。パパ。エレナ、お前か。おお、生きていたのか。俺だ。さあ。ない？ああ、大丈夫だ、エレナ。それより、あっちの人を心配してあげたらどうだね？誰？あの人。エレナ。研究室には来るなと念を押しただろう。エレナ。ごめんなさい。パパが帰らなくて心配だったの。どうなっている？エレナが、奴を。まぬけな面だな。思考が止まったか。エレナ。今度、重要な実験をする。お前が必要な実験なのだ。見せてやろう。はい、パパ。エレナは、私の養子となった。頭を少しいじらせてもらったぞ。都合のいいようにな。なんだと？何のことはない。魔物の実験と同じ要領さ。ハーベイ、貴様！オズバルドよ。リタは失敗作だった。だが、エレナの血は母親より優秀だぞ。私は今度こそ完成させるのだ。魔の究極を！待て！待て、ハーベイ！ぐあねえ、パパ。エレナか。実験、一緒に見てていい？構わんが、退屈ではないか。そんなことないよ。私がいると邪魔かな。そんなことはない。
エレナ。エレナは生きていた。俺の胸中にわずかな安堵が訪れる。復讐の理由を半分失ったからだろう。だが同時に、胸の炎はその強さを増した。娘は、エレナは、俺を忘れさせられていた。ハーベイによって。ハーベイはエレナを連れてどこかへ消えた。どこだ？奴はどこに行った？光の血筋、奴はそう言っていた。これは、かの大魔術師、ダーケストの研究テーマの一つだ。ならば、奴の居場所はあそこしかない。大魔術師の眠る地、グラベル。これから俺がすることは、もはや復讐ではない。だが決めた。俺はそうすべきなのだ。エレナを無事に連れ帰る。必ずだ。どうですか？おいで。行っといで。こっち。ごめん。以上だ。来た来た。行っといで。いや、ごめん。はっ。行くぞ。少々付き合ってもらうく勉強さ。行っといで。甘い。
ここか。とどめだ。富国の誇りと正義。邪魔だ。行き。聖火の火を輝きたまえ。やるぞ。さあ、お。いっといで、ね、いざ、うん、いや、ごめんブラッカーイカツチを貫く思考開始イカツチを貫け私の獲物だガオここからこの剣は凡実せよ世辞はいい剣が錆びる刈らせてもらうよ行くぞさあ行こういっといではい長女を付き合ってもらうぞやれやれ聖火の火を輝きたまえどうブランカ長女を付き合ってもらうぞ貴重な知見を得たな悪くないアプローチだ。展開しだ。行くぞ。これでどうだ。貴重な知見を得たな。かかってこーい。ほっ。使わせて。ほよ。ほ。いっといで。土を貫け不勉強で
切り裂け。来た来た。どうぞ。祈るならエルフリックよ、輝かせたまえ。終わりです。聖火の加護があらんことを、なんてね。悪くないアプローチだ。来た来た、獲物だ。いいと思う。マジックスティールロッド。ここさあ、いっといで。しよう、飯。そろそろ休んだらどうだ、エレナ。どうしたの、パパ。いや、気にするな。続けるといい。お茶が入りましたよ。待ってくれ、いいところでな。パパがくれたペンね。何を書いてるの？ごめんね、今いいとこだから。あらあらなんだか似てきたわね。その時は間もなくだ。この私が墓掘りの真似事をするとはな。静かにしないか！いいかね？ここは神聖な場だ。余計なことはせず黙っていろ。エレナにも大事なことなんだ。言うことが聞けるな。はい、ごめんなさい。いい子だ。偉大なる先人よ、お初にお目にかかる。これで書は完成するぞ。彼との誓約は果たされる。パパ。さあ、実験の時だ、エレナ。パパの血になっておくれ。
エレナ、待っていろ。ハーベイが導いた第七の根源は暗黒。暗黒とは、奴は本当に究極の完成に迫っているのか。だとすれば、俺は対抗できるのか。未だに俺の解は出ていない。方程式の欠落は埋まらん。あと一つピースが足らんのだ。だが行くしかあるまい。勝算はゼロではない。俺は俺の解を出す。まずはハーベイを見つけ出さねば。大変だ、誰か来てくれ。礼拝に向かった連中が正気を失っちまった。何かが起きているようだ。向かってみるとしよう。畜生、一体あれは何だってんだ。どうした。礼拝をしていたら黒いモヤが現れて、それで落ち着け。このモヤだ。手にしているのは黒い結晶か。それに触れた途端、正気を失った。俺の仮説が正しければ、根本を取り去るしかないだろう。よこせ。勝算はある。思考開始。少々付き合ってもらうぞ。さて、少々付き合ってもらうぞ。よく狙え。ブランを少々付き合ってもらうぞ。思考受けてみろ。研究の推移を見せてやる。合理よ。きっちり貴重な知見を得たな。仮説は間違っていなかった。黒い結晶を取り去ることで容体は安定したな。助かった。俺はもう大丈夫だ。他のやつを助けてやってくれ。いいだろう。道を塞がないでください。
イカ土を貫け。いざ。さみだれ針。おや。お。いっといで。いい。聖火の火よ、輝きたまえ。これは甘い。私の獲物だ。いっといで。行くぞ。僕の誇りとともに。邪魔だ。やれやれ。マジックスティールロッド。さて、あ、氷よ、切り裂け。おや。こちらの番だな。まだまだだな。力ずくだ。賞賛はある。試行開始。少々付き合ってもらうぞ。ブランを少々付き合ってもらうぞ。瞬間終了。少々付き合ってもらうぞ。悪くないアプローチだ。有益だ。よこせ。賞賛はある。プランを考えねば。少々付き合ってもらうぞ。よく狙え。思考か。少々付き合ってもらうぞ。さて、少々付き合ってもらうぞ。プランを考えねば。使うぞ。甘い。受けてみろ。少々付き合ってもらうぞ。貴重な知見を得たな。有益。力ずく。賞賛はある。プランを考えねば。少々付き合ってもらう研さんがいた。さて、少々付き合ってもらうぞ。ブランを勘、少々付き合ってもらうぞ。不勉強だ。有益だ。力ずくだ。賞賛はある。効果的だ。ブランを少々付き合ってもらうぞ。よく狙え。上級者だ。少々付き合ってもらうぞ。瞬間に対応求めよう。氷よ、切り割るか。貴重な知見を得たな。私はあなたが助けてくださったのですか。おお、神よ。気を失う前の状況を覚えているか。ええ、礼拝をしていました。ダスクルイン霊殿近くで。すると突然、遺跡から黒い何かが溢れ出してきて、
その遺跡はどこだ？ここから東に行ったところです。ダスクレイン・レーデン、そこにいるのだな、ハーベイ。この黒い結晶は奴の研究室でも見た。おそらくあの魔物を操っていた黒い結晶と同じものだろう。だとすれば始まったのか、究極魔法に至る実験が。あの、私たちはどうすれば。黒い結晶には近づくな。言えることはそれだけだ。俺は行かなければならない。行きましょうか。渡って、ガルルルルルルル、ガルガルガル、行くぞ。世辞はいい、剣が錆びる。マジックスティールロッド。マッカー、ごめん。クコクの誇りとともからだ。この目だ。さっとは炎よ、無乱通りだ。こっちこっち。聖火の火を輝きたまえ。さあ、行っといで。こちらの番だな。いや、プランを考えに降りよ。切り終わりだ。不勉強。お手柔らかに。いいですか。成果の振りを輝きたまえ。ここか。ごめん。ドジエイ。私の獲物だ。すごい。さっ、降りよ。キッチン。こちらの番だ。いや。いいぞ。ガオ。
ブラッド、あー、氷よ、切り裂け。おや、おも、ふっ、ほー、いざ、あー、ふっ、とどめだ。いや、マジックスティールロッド。思考開始。少々付き合ってもらうぞ。来た来た、えっ、飯にしよう、飯。こちら、うん、ごめん、おや、ふっ、えいえい、うん、氷よ、切り終わるぞ、うん、マジックスティールロッド行きますか、マジックスティールロッド。さあ、いっとりゃー、ここからだ、まだまだだな。私の獲物だ。はっ、ガルガルガル、遅い、こっち、はっ、はっ、とどめだ。さあ、氷よ、キッチン、マジックスティールロッド。やれやれ、大人げなかったですね。来た来た、獲物だ。ふいっと、この傷を癒やしたの。ありがとう。おや、行っといで。思考開始、炎よ、燃えろ、行くぞ、ふっ、私の獲物だ、行っといで、いいでしょう、マジックスティールロッド、ここからだ、よし、おお、炎よ、燃えろ、よいしょ。ガオー、いっといで、よっしゃー、はあ、腹減った。やれやれ、マジックスティールロッド。おや、すごい。さて、少々付き合ってもらうぞ。いざ、サミダリ、ブラ、マジックスティールロッド、うん、少々付き合ってもらう貴重な知見を得たな。ここからだ。はっ、思考開始、炎よ、魔界したぞ、いきます、うん、成果の必要、輝きたまえ、プランを考えねば、おお、氷よ、切り終わりだ、悪くないアプローチだ。
ありがとう。ご愁傷様。おや、いっといで。あイカ土を貫け。オズワルド、さてと、まあ、成果の日を輝きたまえ。こちらの番だな。ごめん、私の獲物だ。いや、しろ、成果の日を輝きたまえ。少々付き合ってもらうよ、不勉強な。来た来た、獲物だ。ブランク、うん、オーリオ、切り裂け。ここか、とどめだ。一歩一気、成果の日を輝きたの。戦いは本業じゃないんですが。狩らせてもらうよ。イカ土を貫け。一気、成果の日を輝きたまえ。こちら、うん、いや、おめえ。いいぞ、ヒカリン。行くぞ。不足の誇りと共に。行くぞ。よし、オーリオ、キッチ。さあ、行こう。どりゃー、行きますか。聖火の旅を輝きたまえ。いざ。はっ、世辞はいい、剣が錆びる。来たか、オズバルド。エレナを返せ。この通り眠っている。
まあそうせくな、盟友よ。この遺跡を知っているだろう？我ら魔法学者の聖地だ。貴様の講義を聞いてやる気はない。まあそう言うな。魔の書、大魔術師ダーケストの遺骸から作ったのだ。これこそが魔の究極に至る道しるべ。あとは最後のピース、エレナの血のみだ。見たまえ、魔の書が血を求めている。エレナ！なんとけなげな娘だろう。父の研究のため身を捧げてくれるとはね。アーベイ、貴様！私の求めていた血が貴様の家族だと知ったとき、私は運命を感じ身震いした。そして私は貴様から全てを奪った。少しだけ胸がスッとしたよ。貴様に会うまで私にかなう学者などいなかった。私は貴様に嫉妬していた。出会ったその時から今に至るまでずっと貴様のその頭脳に嫉妬していたのだよ。君に勝つためなら私はいかなるものも差し出そう。知恵、時間、地位、金、誇り、明日さえも。くだらん。まだ間に合う。黒い結晶さえ取り去れば。君の思考の見当はつく。だが無駄だ。もう始まっているからな。灯火の血よ、深き影を落とせ。エレナ、無駄だ。俺がエレナを。たぎる、たぎるぞ。魔の究極、暗黒の力だ。その複雑な方程式、演算には時間を要するはずだ。君の推察の通りだ。少々付き合ってくれるか。ウォーミングアップだ。もっとも力の差がありすぎていじめになってしまうがね。試してみるがいい、ハーベイよ。プランを考えねば。少々付き合ってもらうぞ。よ、ここからだ。さてと、成果の日よ、輝きたまえ。こちらの番だな。思考開始。受けてみろ。少々付き合ってもらう。
いぞ、オズマルド。さあ、行こう。行っといで。よっしゃ、オッケー。なかなかやる。まあこの程度で音を上げては落第だがな。エレナ、大丈夫か？意識はないが心臓は動いている。それは用済みだ。演算は終わった。何？君は幸運だぞ。世紀の瞬間に立ち会えるのだ。どうもくせよ。これが魔の究極である。これこそが究極の力、英知の結晶だ。私はついにグラトンを超越した。さあ終わりの時だ。私は満足だよ、オズバルド。ようやく貴様を否定できる。エレナ。この記録、エレナが書いたのか？うん、パパの魔法って論文だよ。大したものだ。観察力が素晴らしい。楽しいね、研究って。エレナ。でもまだまだ分かんないこともいっぱいだから、また勉強教えてね、パパ。エレナ、我が娘よ。ん？なんだこの魔力は。嵐の前の海辺に立つような不気味さ。不可解だ。なんだこの胸に湧き上がる。守る。俺がエレナを。いかにして演算を。無論全て頭にある。何を計算しているのだ、この後に及んで。解は出た。なんだこの光は。小高しいぞ、オズバルドよ。ねじ伏せてくれる、我が究極でな。この力は。
格とは実に興味深い。やはり君は私が認めたただ一人の男だ。さあ、君の解を聞かせてもらおう。何を根源とした？答えろ、オズバルド！わからん。俺はただエレナを思った。それだけだ。ふざけるな！そんなものが根源だというのか？認めん！そのような会、断じて認めんぞ。証明してやろう、どちらが真の究極なのかを。ぽよ、アカラ、ここからだ。行きますか。聖なる神よ、語らおうか、ハーベイ。やってもらうぞ。こちらの番だな。これでどうぞ。来た来た、行っといで。これは私は君を超越するぞ。終了。これが愛だ。私の獲物だ。カラペコだ。ガオオズバルド。さあ、期待に応えよう。これこそが魔の究極である。セメノス、どうせほよ、よいしょ、ガロロロロロロロ。いざ。少々付き合ってもらうぞ。まっ、悔い改めなさい。傷を癒やしたの。私の獲物だ。カラペコだ。私の獲物だ。ガオ。行く。殿のために。これはもう。恐れ滅散。ブランを買って少々付き合ってもらう。やれやれ。マジックスティールロッド。なぜだなぜだなぜだ。理屈に合わん。魔の究極を前になぜ屈しないのだ、オズバルド。貴様の思考はそれだけか、ハーベイよ。変わらんな、あの時から何も。だが変わるものもある。俺は変わる。黙れ、黙らんか。魔の書よ、もっと力をよこせ。私は
全てを費やしたのだ、君に勝つために。あーズバルだ。私は君を超越するぞ。これが愛だ。いいでしょう。神をあがないなさい。聖火の光を輝きたまえ。さあ行こう。さい。こちらの番だな。はっ。さあ来た。さて、炎はもうプラン通りだ。オズワルド、いや、ごめん。聖火の光よ、輝きたまえ。ここからだ。はっ。さあ、ヤッホー。飯にしよう、飯。バカ、私の魔の究極が破れるだと。認めん、断じて認めんぞ。ハーベイよ、究極が手に余るようだな。貴様はもはや魔力を制御できていない。抜かせ、この私に御せぬものなど。その書を離せ、ハーベイ。黙らぬか、オズバルド。負けてたまるか、負けてたまるか、負けてたまるか。オズバルド、私は最後までお前に。ハーベイ。貴様と議論することは二度とないだろう。エレナちゃん、クラリッサさん、どうしたの？今日もお勉強に熱心ですわね。研究室からいいものを見つけましたの。素敵なペン、ありがとう、クラリッサさん。気にせず、どうぞ続けて。あの日、目が覚めると、クラリッサさんの家にいた。私は、知ってた。パパが、本当のパパじゃないことを。だから、いつも思ってた。どうして、本当のパパを忘れちゃったんだろうって。クラリッサさんのことは覚えてる。クラリッサさんは、優しく教えてくれた。全部。嘘だったこと。ねえ、クラリッサさん。
私の本当のパパって。私からは何も申し上げられません。そう。でもきっと帰ってこられますよ。次々と疑問があふれ、溺れそうになる。でも、そんな時は机に向かうの。だって、そうすると。このペン、懐かしい感じがする。どうしてかな？エレナちゃん、そろそろ寝る時間ですよ。お前も魔法学者になるのか。では、学び続けるといい。そばにはいられないが。エレナ、よく生きていてくれた。おやすみ。すまない、助手よ。また君の世話になった。構いませんわ。賑やかなのは好きですもの。でも、なぜ？娘には時間が必要だ。これ以上混乱させたくはない。ハーベイとの戦いで、俺は今までにない力を感じた。だが、その根源はつかめなかった。え？あの時、俺はエレナを守りたいと心から願った。すると、力が際限なく湧いてきた。その力が、俺の方程式にピタリとはまったのだ。他に説明ができん。助手よ、君の考えを聞かせてくれ。それは愛でございます、オズバルド様。笑わせるな。俺は旅を続ける。ハーベイの式に気になる記載があってな。奴には協力者がいたらしい。そのつながりを調べたいのだ。それでしたら、私もお手伝いしますわ。いや、これ以上君に迷惑はかけられん。あら、オズバルド様。宿女の楽しみを奪うおつもりで。では、仕方あるまい。変わられましたね。
以前のあなた様より少し面白くなられました。そうか、娘を頼む。お引き受けいたしますわ、オズバルド様。行ってらっしゃいませ。